はい、愛花こと西村愛花です。じゃあ私の好きなマジレンジャーの呪文を言います。マジレンジャー、マジマジマジイロー、以上です。終わり。マジレンジャー冷た。マジレンジャー、NMB48 のてっぺんラジオ。こんばんは、渡辺。皆さん、元気？ふぅー。みゆきこと、渡辺みゆきです。イェーイ、よろしくー。はい、みんなの気持ちを全部没収、その代わりに週の笑顔を内周、ゴール。ゴール。大阪府出身高校1年生の収穫ラブした週でーす。イェーイ。さあ、始まりました。 NMB48 のてっぺんラジオ、アイドル界のてっぺんを目指すために頑張ろうという番組で、パーソナリティは NMB48 から私ミルキーこと渡辺美由紀と、今週は3期生チーム B2 のシュウこと藪下シュウちゃんです。よろしく、イエーイ、お願いします。はい、というわけで、はい、シュウとてっぺんラジオは私とは去年の5月以来ということで10ヶ月ぶりやの、久しぶりです。まあね、でも一回あかりんさんとの挟んでたから、てっぺんラジオは久々に。まあ結構来てくれてますね。そうなんですよ。てっぺんラジオの常連さんやん。それはないです。それはない。それはやめてって。そんなことないよな。そんなことないです。楽しいです。てっぺんラジオ。はい。まあまず、愛花のね、ギャル。あれなんですか？知らん。別にいいやん、もう。置いといて。マジレンジャー。そう、マジレンジャーが好きやねんって。あ、そうなんや。うん、かわいいな。はい。まあ、趣味似てるやん、シュート。そうですね。テニスのおじさまとかはよく話すから。めっちゃ話してた。うん。先週も。そうなんです。ミュージカルもあって。うん。見に行ってんやろ。そう、見に行って。誰と見に行ったん？なぎさと見に行きました。え？なぎさそんな好きじゃないんじゃない？なぎさでもミュージカルとかは興味あるから、勉強になるし。え、ほんまに、めっちゃ踊ってんのに、もう全然歌えてるし。歌うまいんや、みんな。歌うまい。そりゃそうか。ミュージカルやから、セリフも挟んで。うんうん。もう尋常じゃないぐらい汗かいてたし、大変やなと思って。まあ、イケメンなんじゃないですか。そうなんや。それが見たかったん？そう、テニスの兄様の漫画が好きやから、ずっと。へぇ、楽しそうやな。いろいろ見たくて、全部見てました。へぇ、なんかすごいな。結構迫力あった？うん、キャラクターそのものやって。そうなんや。もうなんか髪の毛とかも色結構あるんですよ、漫画は。それもちゃんと再現されてて、青とかあったりして、漫画から飛び出てるみたいで、ほんまに。楽しそう。楽しかったです。見たことないけど。漫画が面白いんです、見てください。わかった。では、まずは、いよいよ、来週3月31日発売の新曲を聴いてください。すごい曲でした。NMB48 で、Don't Look Back。NMB48 のてっぺんラジオ、ミルキーこと渡辺美由紀と、シュウこと藪下シュウが MBS ラジオから放送しています。メッセージの宛先は nmb@mbs1179.com です。じゃあシュウ、めっちゃいい子っぽいこと言って。世界一 NMB48 が大好き。さあ、てっぺんラジオ最初のコーナーはこちらです。シュウを知りたい。このコーナーではまだまだ知らないメンバーの素顔を丸裸にしちゃいます。今週はシュウこと藪下シュウちゃんを私がバリバリに質問攻めします。では早速、はい、聞きたいと思います。え、高校1年生最後のテストの成績良かったらしいな。そうですよ、90点とか。ほんまほんま。なんで一夜漬け。え、いきなりどうしたん？簡単なテストやったんかな？いや、わかんないんですけど、なんか、もうこれ取らな、2年生に上がられへんかもと思って、うん、追試とか嫌やから、もう、一回頑張るだけやしと思って、寝ずにもう毎日頑張ったら、いやいやん。いけた、意外と。週が勉強してるイメージなかったけど。それまでめっちゃ悪かったんですけどね、最後だけ。ええー、頑張ったな。しかもめっちゃ大変そうやったもんな。大変でした。ツアーの最中に。そうなんですよ。ちょっと関東でね、武道館のコンサートの時とテストが被ってて。うん、朝テストして夜コンサートやったもんな。そうなんです。もう新幹線乗りまくってましたもん。5時間?5時間座って。うん、テストでも座って、もうお尻割れるかと思って。いやそう。ね、でも頑張ってよかったです。まあ、終わったからよかった、ね。そう、最初もなかったんで。うんうん。
よかった。見事2年に上がれるから。うん。うん、そして、最近ストレートから巻き髪にするのが多くなったん？そうなんですよ。へぇ、今日は二つくくりやな。今日はもう楽やから。うん、なんか、昔入った頃とかは絶対シューはストレートしか似合えへんって言われて。ストレートしか見たことなかった。でも最近髪の毛を伸ばし始めて、うんうん、そしたらメイクさんにももう巻き髪似合うようになったねって言われて、うんうん、巻けるようになったんですよ、テレビとかでも。よかったやん。大人です。ええー、大人です。そう、大人になったんです、本当に。巻き髪が似合うイコール大人。そうですよ。なるほど、ね。憧れててずっと、うんうん。だからできてよかった。よかったな。うん、そして、48グループ、今年の運気ランキングでは、286人中243位。そうなんです。でも、あれな、関係ないから。そう、全然気にしてなくて、うん、私。大丈夫、気にしやんでいい。なんか、自分でおみくじ引きに行ったんですよ、神社に。そしたら大吉やって、うん。なんかそっち自分で引いた方を信じようと思って。うんうん、そうやで。あれほんまに当たることないからな。やっぱさ、関係ないって。あんま関係ない、うん。関係ないですよ。運気は1年じゃないと思う。3ヶ月に1回くらいで変わる気がする。確かに。と、うん、いうわけでね。続いて。はい。まあ、新曲で、同期の、ユーリとか、コノミンが初選抜ですけども。はい、うん、うん。どう？嬉しい。嬉しいな。そう。ずっとコノミンとか、うんうんうん、もう地道に頑張ってて。確かに。選抜とかはもう絶対ないわーって最初入った頃、よく二人でご飯行ってた時とかも、言ってたのに、いつの間にか入ってて、うんうん、いや、もう嬉しい。嬉しいな。増えて嬉しい。2期生さんよりも増えて3期生が。うんうん。いつの間にか。お、なんかこのままもっと増やしていきたいなって思います。3期生の勢いをね。どん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 。どんどん出していきます。そして、まあそのね、Don't Look Back では、うん、カップリング曲にチーム B2 の曲で、はい、ロマンティックスノーでさ、うん、雪山に行ったやん。楽しかった。めっちゃ楽しかったよな。楽しかった。でも、寒かったけど。最後のダンスシーンはほんまに凍えるかと思った。マイナス7度とか。そう。もう手がね、カチンコチンになっても、ね、うん。でも楽しかったですね。楽しかったし、見てほしいね。可愛く映ってる。うん。ですね。あ、テレビ番組で、はい、シューが AKB の人はみんな怖いって言ったん？そうなの？何の番組で言ったん？関西の、徳森吉本っていう、読売テレビさんの番組なんですけど、うんうんニュースになったらしいで。そうなんです。ヤフーニュースになっちゃって。うんうんうん、今田さんに、AKB とか怖い人おれへんのって言われて。うんうんうん、いますって言って、うんうん、誰が怖いんって言われて、うん、みんな怖いって言いました。どういうところが怖いの？怖くないですか？怖くないか。空気？空気なんかされたん実際。いや別に何もされてない。空気ですかね、うんうん、だから。オーラとか。何なんか怖いオーラ出てるかな AKB の人たち。あんま関わったことないので。まあ怖いんや。やっぱ、シューから見て怖いって思うってことやな、うん。そうですね。もっとみんな優しくしてほしいな。もっと優しくしてほしいです。そしたら言わない、あんなこと。わかった。そうやな。そうや。はい、もう私何でも言うんで。シューの言う通りや。では、はい、シューはアイドルが結構好きやけど、はい、最近注目は誰？最近あんまし見てないかも。じゃあ、アイドルとかじゃなくてもいいねんけど、誰に注目してる？有村架純ちゃん。それ結構長いよな。そうなんです。ずっと好きで。うんうん、もう画像 もうめっちゃ集めてて。どういうところが好きなん？顔顔顔が好きで。顔以外は？いや、でも、なんか好きなんですよね。雰囲気とか、うんうん。なんかナチュラルじゃないですか。ナチュラルに可愛いって素晴らしいなと思って。可愛い。ほんまに可愛いから。うん。なんかもう憧れですね。ああ憧れか、うん、憧れます。特に可愛い格好とかしてるわけじゃないけど、うんうんうん、なんかナチュラル可愛い可愛いよな。ほんまに可愛いと思う。透明感がある。ああ、あと青いわかなちゃんとかも好きです。え、わからへん。全然わからへん。嘘。青いわかなちゃん乙女信徒やった子ですよね。乙女信徒やった子で、うんうん、辞めちゃったんですけど、うんうん、今女優をしてて、もうめっちゃ可愛いんですよ。見てください。わかった。うん。そしていろんな漫画にハマってるらしいですけど。はい、私も漫画が大好きで。しかもなんか少年。そうです。少女漫画はあんまり興味がなくて、うんうん、今も、まあさっきも言ったんですけど、テニスの王子様は、ずっと見てて、うんうんうん、あとスラムダンクとかもおすすめやし、うんうん、ヤムシペダルも見てます。なんなんそれ。ヤムシペダルってなんか、自転車競技部っていう。なんか、基本的になんかスポーツ系が好きな。そうなんですよ。野球漫画は基本読んでるし、うんうん、ダイヤネースとかも面白いですし。もう見てください。なんで？
なんで？じゃあ面白いんです、本当に。自分が、ね、したくなります。スラムダンク読んだらバスケしたくなるし、テニスの王様読んだらテニスしたくなるし。ならへんもん。読んでくださいよ、じゃあ。うん、わかった。貸します、じゃあ。貸してくれんの？絶対貸してくれへんやん。めんどくさいやろ、持ってくんの。読まないでしょ、でも。わからん。少女漫画の方が読む。ね、嘘やん、少女漫画は、うん、少女漫画、うるせえやつら。うん、ランマ。あれ、少女漫画じゃないで。じゃない？うん、少女漫画。それも少女漫画じゃない。アオハライドとかじゃん。アオハライド持ってますよ。え、全部？持ってます。今出てるやつ。あ、一応、みんな流行ってるし、と思って。すごいな。なんかやっぱシューって何の分野に関しても興味があるような。そうなんです。全部。いいことやな。多趣味です。多趣味。うん。いいな、羨ましい。そして、難しい本も買ったらしいな。難しい本買ったんですか？なぜ人は売れ筋商品を買ってしまうの？そうなんですよ。なんでそんなん買ったん？いや、惹かれてビジネス書に。いきなりどうしたん？もう。経営しようかと思う。無理無理。簡単なこと言って。そう、無理なんですけど。でもさ、私もな、社長になろうかなと思って。何言ってんの？いや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 。何言ってんの？こっちの。でも私も一時期、うん、野球が好きなので、うんうん、その球団のオーナーになろうかと思った時もありました。あ、勉強して、うんうんうん。無理やなと思ってすぐに。うん、だからまぁちょっとのことでも、うん、まあ、常識は分かっときたいなと思って、うんうん、この、まあ、なぜ人は売れ筋商品を買ってしまうのかって読み終わったん？うん、うん、20ページぐらい読んで、うん、今違う本ハマっててもう推理小説にハマってて、もういいねんな、これは。なんかやっぱビジネス書は進まない。うん、本気じゃないと多分進まへん。そう、ほんまに経営したいと思わないと進まないです、ね、でも面白いです。おい、そうな、20ページしか読んでないのに面白かった、うん、もう一回読みます。そしてさ、話は変わりまして、はい、千葉の卒業公演で3期生でビンゴしたん？あ、しました。え、なんで？ビンゴ、千葉がビンゴが好きで多分、うーん、ビンゴって言ったのでみんなで覚え直して。なるほど。やって、千葉歌うまいんで、一人で歌ってました、千葉、うん、あ、うん、そうなの。めっちゃうまかった。うらやましい。そうですね。歌うまい、いいね。いいですよね、うん、歌うまいの。そしてね、三浦アリサちゃんも。そうなんですよ。卒業したけど、同じ ?3 期生 ?3 期生です。あ、そうなんや。同期で、そう、よく一緒にいたので、うんうん、まあ寂しいけど、うん、もう昔から決めてたことなんで。なんで卒業しはったん？あの、美容学校に行くらしくて、うんうん、美容のことをずっとしたいって言ってて、あ、そうなんや、ネイルとか、うんうん、そんなしたいって言ってたから、多分、それを、もう高校卒業なんで、うん、専門学校とかに行くんやと思います。うーん、頑張ってほしいね。頑張ってほしい。そしてブブカで初対談したナナちゃん、山田ナナちゃん、はい、卒業まであと10日ですけど、どう？え、10日か。うん、あー、実感湧けへん。うん、なんか卒業アップしてからずっといませんでした。そうやな。まあ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 、うん、確かにね。だから実感湧かなくて、うん、まだ湧かない。まだ分かへんの？うん。あんだけコンサートでもやったけど、うん、なんかまだ分かんないです、ね。確かに。当たり前いるんだ。でもなんか、ななちゃんは別に大丈夫やろって感じやから、別に。あー、ななさんは一人でもやっていけそう。うんうん。頑張れって思って。うん。そのなんか悲しいとかじゃなくなった。うん。うん、共演できたらいいなって。共演。そうやな、うん。いつかね。いつか。できると思うよ。うん、はい、というわけで。週を知りたいのコーナーはここまでです。皆さん、週のことよくわかりましたか？それではここで週の大好きな曲を聞きたいと思います。まあ、前回は六甲おろしでしたけど、今回は私 K-POP も好きで、うんうん、結構いろんなジャンルを聞くんですけど、うん、その中で B1A4 のソロデイという曲がすごいおすすめなんで、ぜひ聴いてください。 B1A4 でソロデイ。NMB48 のてっぺんラジオ、ミルキーこと渡辺美幸とシューこと藪下シューが MBS ラジオから放送しています。メッセージの宛先は nmb@mbs1179.com です。じゃあシュー、スラムダンクっぽいこと言って。庶民シュート。ではこのコーナーに行きましょう。ミルキーのあいうえお。このコーナーでは50音の頭文字にちなんだテーマで投稿します。今週はトです。トレトレピーチピーチカニ料理。どうしたん？
はい、この時間はミルキーさんの選んだ塔です。何ですか？はい、私の選んだ塔は友達です。友達。はい。あ、なんかメンバーとは別ってことですか？そうそう、メンバーとは別で友達の話やねんけど、うん、なんかこの前珍しいって言われたことがあって、うん、なんか結構私小学校からの友達とか高校の友達とかと今でも仲良くて、うん、あ、意外。結構しかも何人もいっぱい。そうなんですか？そう。意外。意外？私、うん、まだ高2のくせに、うん、小学校からの友達2、3人。そう。なんかやっぱ、うん、若いうちにさ、こう入っちゃうとさ、関わりがなくなっちゃうやん。そうなんですよ。会えることもないし。いないですね、あんまり。やねんけど、やっぱ、久しぶりに地元の子とか、うん、小学校からの友達とかに会うと、うん、やっぱなんか落ち着くねんな。うん、落ち着きますよね、うん。確かに。え、会う機会あるんですか？忙しいのに。なんか、家とかに来てくれる。ああ。前に。いいな、そういう関係になりたい。うん、欲しいやろ、そういう友達。そう、でも、一人いるので。どういうの？幼馴染？もう、幼稚園から。へぇ一緒で。でも、幼稚園とか小学校の時は、あんまり仲良くなくて、中学からめっちゃ仲良くなって、二人でいて、家も近いんで。うんうん。すぐ会えるんで。いいやん。そう、だから、まあ、友達は絶対大事にした方がいいですよね。うんうん、メンバーとは別に。そうやね。メンバーはだってまあ、まあ仲間やからな。うん。仕事でね。毎日会ってるし。毎日どうせ会うし。うん。そうなんですよ。嫌でも会うんですよ、ね。そう、そうやね。もう、顔見たら、あ、今日も仕事や。はい、頑張るで、みたいな感じやし。確かに。うん。そうですね。落ち着く友達。ね。でも、シュウもさ、うん、やっぱ、高校生とかになってさ、うん、友達とかできたんじゃない？あ、できましたね、高校生になって、うん。でも、高校もそんなに毎日行けるわけじゃないから、うん、そんな深い友達はできてなくて。でももっと、ちゃんと言って、高校の友達って大人になってからも、うん、なんか親とか見てたら、高校の友達とご飯行ってくる、うん、ランチ行ってくるみたいなのが多いから、もっとなんか、深く関わり持てたらいいなって思う。そうやで、ほんまに。そう。でもさ、全然行けへんからさ。そうなんですよ。行ける名前忘れるんですよ。え、やんな、私な。実はさ、うん、1年から2年の途中まで一緒の学校行っててんけど、うん、そっからさ、高校変わったやん、うん、あの転校したから。じゃあさ、そこのさ、学校のこの名前さ、一人も覚えてない。3年と同じクラスやってんけど。あ、そう、ね、でも3年しか覚えてない。いや、それさやかさん忘れたら困るけど、うん、え、忘れ、もう一人も？ あと一人は覚えてるけど、うん、連絡先一人も知らんね。でな、さやかちゃんに聞いたらな、さやかちゃんは意外とな、うん、他のこともな、たまに連絡来るみたいな言ってんねんけど、私誰も知らんねん。え、そういえば誰の連絡先も知らんなと。そんなことある。いや、そっか、あんま言ってなかったね、そんな、うん、5回ぐらいしか言ってない。そりゃそう。そりゃあんま関わり持たないですよね、うん、まあね、でも、うん、まあ友達はね、楽しいし、うん、一緒にいて大切にしましょう。はい。というわけで、はい、私の友達についてのトークはここまでです。この後シュンの選んだ塔についてもトークしますので、お楽しみに。はい、ではここでアリーナツアーでシュンがソロで歌った曲を聴きましょう。はい、もうめちゃくちゃ緊張した。めちゃ緊張してたね。そうなんです。緊張したんですけど、うん、もうすごい可愛かった。可愛かった、可愛かった。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ、渡辺まゆさんで、ラッパ練習中。たくさんのメッセージをいただいているので、紹介させていただきます。はい。神奈川県より、ゆうちゃんさんからです。男の子です。ございます。こんばんは、渡辺。最近、握手会でも、ミルキーやアカリンに顔を覚えてもらって、ますます NMB が好きになってる僕ですが、この間、女の子から告白されてしまいました。お、いいやん。相手の女の子は僕が NMB を好きなのは知っているのですが、アイドルオタクのまま付き合うのはその子に申し訳ないと思うのと、その子とは仲のいい友達のままでいたいという気持ちがあって断ってしまいました。それを聞いた仲のいい男友達は、その子はアイドルオタクって知って告白したんだから、アイドルは趣味として認めてるんじゃないと言ってくれたんですが、うん、女の子からしたらアイドルが好きなままで付き合うってどう思いますか？これさ、シュウたちが言うのも変な話ですよね。まあ確かに、うちはアイドルなんで、うん、アイドルに相談されても。どう思いますかね、普通やったら。え、でも自分がその彼女の立場やったらどう思うかってことやろ、うん、そうです。え、どうなんやろ。
え、なんか、逆に安心じゃない？安心ですかね。私アイドルにずっとハマっといてくれたらさ、別に浮気の心配ないやん。わからんけど。でもなんか、自分よりそっちを優先されたら、うん、ちょっと彼女からしたら、嫉妬とかそういうのじゃなく、うん、なんかもう私のこと好きなんってなると思う。こっちに会いに来てよって思うか、うん、心配になると思うから、もう、まあ普通にアイドルからしたら来てほしいですけどね、うん、そうね。そう、もちろんそうなんですけど、でも、うん、その彼女はそれを知ってて告白してるから、別に付き合ってみて、うん、自分の趣味が制限されそうなら、うん、別れればいいんじゃないですか。それか一緒にハマったら。うんうん。女の子も、そんなうまくいかへんよ。え、でもいませんよく。たまにね、たまにカップルで来てくれる。どちらかが寛容な方ならね、うん、もしかしたら一緒に好きになれたらそれはいいと思うけど、うん、それが無理なら、まあ、ある程度、うん、一回付き合ってみて、うん、でもそのゆうちゃんさんが彼女を優先するかアイドルを優先するかも任せるからそれで彼女が嫌だったらもうしょうがない、うん、それは別れる時まあ何事も ねしてみないとわからないからね。そうですよね。全部はでも無理やから。どっちか。そうそうそう。そうそうそう。だからこれからも来てください。はい、待ってまーす。はい、メッセージありがとうございました。では、このコーナーに行きましょう。週の、あいうえお。あいうえお、かきくけこ、さしすせそ。このコーナーでは、50音の頭文字にちなんだテーマでトークします。今週はとです。どんだけー。はい。この時間は、シューの選んだとです。何ですか？私の選んだとは、ときめきです。お、ときめき。ときめき。どうしたん急に。いや、ときめいてんの。特にないんですけど。うん、特にないんだけど。これ選んだよ。ときめきについて。なんかありますか？話したかったんじゃないの？いや、そんな、今日、とがね、あんまなくて、話せる。うんうん、まあ確かにね。そう。なんか、ときめいた話とかないの？ちっちゃいのでもいいし。どういう時にときめく？漫画。え？漫画？漫画のキャラクターにときめきます。え、そうなの？うん。恋愛ものじゃなくてもときめくってこと？恋愛ものにはときめかないです、別に。じゃあ、なんか、しらけた目で見ちゃいます。しらけた目？そうなんですよ、ね。お肌移動は面白かった。え、本当ですか？うん、私もすぐ飽きました。まあ、面白いんですけどね。うんうん、絵も可愛いし。うん。あんまり多分そういうのに合わないんですよね。恋愛系とかが。それだったら、なんか熱いスポーツ系、うん、友情系の方がときめきます。ナルト。あ、ナルトはちゃんと見たことないんですよ。ありますか？6巻まで読んだ。え、全然いいや全然いいや、うん、ワンピースとか。あー、こっちまで。なんかときめく、ときめく。いや、でも私はテニスの王子様なんですけど、ときめくん、テニスの王子様のなんて役、アトベっていう、うん、主人公、主人公じゃないんですけど、主人公の相手校の、うん、相手校いっぱいいるんですけど、相手校なんていう子、氷帝学園、うんうん、私が好きなのは、うん、氷帝学園の跡部圭吾っていう役柄にときめきます、うん、なんでなん、かっこいいんですよ。どういうキャラ？なんか氷帝学園がすごいお金持ち学校なんですようん、うん、でもうめっちゃナルシストで、うんうん、なんかナルシストでめっちゃもう俺様系なんですけど、うんうん、髪型は、髪型は髪型気になる。髪型は、なんか跳ねてます。なんで笑ってんの？髪型は別にそんな感じ。髪型の魅力はよくわかんないんですけど、うんうん、で。テニスがめっちゃ上手くて、うんうんうん、うん、なんか私の好きな感じなんですよ。へぇー。アトベ？アトベ。他は？他好きなんですか？うんうん、あとは立海大附属っていう学校もあるんですけど、うんうん、そこの丸い文太っていうキャラクターも。文ちゃん。ぶんちゃんね。ぶんちゃん。うんうん。もう、なんか、技が一人ずつあって、一、うんうん、人ずつなんか、絶対言うセリフみたいな、とかがあって、その丸いぶんたっていうのは、いつも風船ガムとか噛んでて、可愛らしい感じなんですよ。うんうん。そういうキャラクターも好きです。ときめきます。ときめくんや。かっこいいです。みんなかっこいいです。いいやん。そんな漫画にときめいて。ときめきますか、なんか。最近ときめいたこと。ときめいたこと？うん、なんかときめきって何なんですかね。ときめき欲しいよな。ときめき、ときめきたい。ときめきめき、ときめきめきめきたい。
私コンサート、うんうん、映像とか見たら、うん、もうときめきます。あ、そうなん？うん。何のコンサート？私なんか本当に趣味で K-POP とかいろいろ見るんですけど。でも私も結構歌って踊ってるの見るのは好き。そうなんです。アイドルとか女の子のアイドルとか見ても、うん、あ、可愛いってときめきます、うんうん、なんかそう、鈴木愛理ちゃんとか見たらときめきます。可愛くて、可愛い、ほんまに可愛い。歌もうまい、最高アイドル、ダンスも歌もうまいし、私も好き。ハロプロとかのコンサート見たらときめきますよね。うん、うん、ときめきはしんけど可愛いなって。ときめきの度合いが分かんないけど、ときめきって、まあでも、うん、確かにアイドルのコンサートみんなは楽しい。うん、楽しい。でもときめきって難しいよな。うん、難しい。ほんまにときめきたいな。なんか、なんやろ。何ときめいたやろ。ときめいてない。ひからびてる。ひからびてもないよ。待って、別にそれだけじゃないからな、ほんまに。やめて。でも最近は、うん、ご飯食べて2キロ太って、ダイエット中やね。全然見えへんから大丈夫。ほんまに。しなくていいから。いや、ほんまにママに太ったって言われる。メルキーさんのママ厳しいですよね。厳しい。いつも聞く限り。服装とかもよく言ってますね。めっちゃうるさいもん。え、なんなんそれとか言ってくんね。全然おしゃれやから安心してください。よかった、安心する。はい。はい、というわけで、週のときめきについてのトークはここまでです。この後、とがつく無茶ぶりトークもありますので、お楽しみに。はい。それではここで AKB48 のグリーンフラッシュのカップリング曲を聴きましょう。この曲は今までにない感じですよね。ロック調。ミュージックビデオはね、うん、なんかバンドみたいな、ロックバンドみたいな感じになってるね。でも、聴いたら忘れられないです、ね。確かに。面白い。はい、ちょっと、面白い。ちょっとメンバーの中ではネタって曲なんですけどね。はい。では、聴いていただきましょう。NMB48 で、タンキッシュ。さあ、たくさんのメッセージを届いていますので、はい、では週に紹介していただきましょう。はい、福岡県福岡市のラジオネームちゃんぽんさんからいただきました。ありがとうございます。ミルキーゲストのメンバーさん、はい、こんばんは。渡辺、こんばんは。渡辺、毎週楽しく聞いています。お、新曲 Don't Look Back の MV 見ました。クールでかっこいい NMB48 がギュッと詰まっていて、何回も見たくなるような素敵な作品でした。うん、曲もとても好きで、2月に行われていたアリーナツアーで生でパフォーマンスが見られて本当に嬉しかったです。うん、新曲に関してまた MV の裏話などあれば教えてください。よろしくお願いします。 MV の裏話、MV 思い出ないんですよね、私。確かに。でもこの Don't Look Back は一番なんか淡々って撮影が終わったよな。なんかほんま無心やった。なんか本当に、まあ、見てもらったらわかるんですけど、うん、ミュージックビデオもダンスメインやから、うん、他のシーンを撮ったとかがなかったからね。うん、確かに。だからあんま楽しくない感じ。楽しくない。まあ頑張ったっていうね。そう、頑張ったとかじゃなく頑張ったよね。そうですね、頑張った成果ですね。でもなんかメイクさんが面白かった。個性的でしたね。確かに今まで初めて会った方だったから、うん、すごい。1時間あったから、その間にあかりと展示会行ってきた。私も渚とアサイボール食べに行った。みんな自由にね、なんかしてたよな、うん、なんかあんま覚えてない。まあ確かあんまり記憶にないかも、うん、ないですね。撮影自体はまあ普通にね、うん、淡々と、うん、ひたすら踊ってみたいなところはあったかな。そうですね。なんかあんま MV 思い出ありますか、今まで。はい、ないです。以上です。はい、というわけでもう一つあります。はい。千葉県からいただきました。ラジオネームまるまるたまごさんからです。こんばんは。渡辺、こんばんは。私は第一志望の高校に無事合格し、うん、4月からは花の女子高生です。うん、そこで質問です。人見知りなので友達になりたいと心の中で思っていても、自分からなかなか話しかけることができません。うんうん、メンバーの皆さんはその日初めて会った人と話すとき、どんなことを心がけていますか？教えてください。あー、人見知りか。やっぱ可愛くなればいいんじゃない？そういうこと。可愛いとか。あ、愛嬌。かっこいいとか。うん、努力して笑顔を心がけるだけで、話しかけたくなると思う。そういうの大切やと思う。少し、まあ、身だしなみとか、やっぱ第一印象大事やから。うん、でも
笑っといたら、うん、笑顔がいい子って惹かれるじゃないですか。あ、確かに。そう、だからもう常に笑顔で、明るい人やったら、もう自然と周りが声かけますよね、きっと。笑顔でいた方が確かに、話しかけやすい気がする。うんうんうん。そんなに無理してるよりかは、無理せずに、別に無理して自分から話しかけなくてもいいけど、普通に明るくね。あ、でも高校生の友達作りって重要ですよね、最初。おー、私めっちゃ楽やったな。高校入学式の時、めっちゃいっぱいの女の子たちが話しかけてくれた。もう囲まれて、なんか、あだ名つけられて、ミルキー、じゃあミルキーな、みたいな。なんて言うの、みたいな。あ、ミユキです、みたいな言ったら、あ、じゃあ間を取ってミルキーなんて言われて、どこの間やろって思う。もうそういうタイプなんでしょうね、でも。だから、やっぱそういうのが重要やから、ある、どっかの素晴らしい人の言葉やねんけど、これは、教わったことやねんけど、なんか大学教授になって勉強よりも教えたいことがあるみたいな、例えば女子にやったら可愛くなりなさいとかみたいな言い張って、その人は別に可愛い子が好きとかそういうのじゃないけど、やっぱ可愛かったら人生何事もなんかやりやすいらしい。だから、あ、でも聞いたことあるかも。人生において全然違うから、じゃあそういうことを教えると、女子は可愛くなろうって努力して、みんないい風になるよとか言ってたから、やっぱそういうのは大事なんやと思うね、見た目も。まあ、第一印象とか。そうですね。だから入学式とかは、見た目も結構大事やと思う。あ、その後は、まあ、自分が気の合う人と仲良くしたらいいと思うけど。確かに。じゃあ身だしなみを。身だしなみ結構大切やと思う。清潔感と明るい感じとか。可愛く。頑張ってください。チューはちなみに高校入学した時どうしたん？私高校入学した時、あ、入学式出れませんでした。でもどうやって友達作ったん？普通に、あ、もう一足遅れて、行ったんやろ。行ったんですけど、え、自然と行った。まあやっぱ喋りかけてくれるやろ、話しかけてくれましたね、みんな優しいし。やっぱさ、こう話しかけたいなって思われるためには、やっぱ自分の努力も必要だと思いますね。そう、だってさ、例えば自分が逆の立場になってさ、全然ニコニコしてないさ、女の子から急にさ、喋りかけられてもさ、びっくりするやん。確かに。だから、気まずいですもんね。お互いね、話したいなって。まあ、思わせる空気を作ったら。そう、空気を作ったり、頑張ろう。頑張りましょう。はい、頑張ってください。はい、というわけで、たくさんのメッセージありがとうございました。では、このコーナーに行きましょう。ミルキー。シューのあいうえお。このコーナーでは50音の頭文字にちなんだテーマで投稿します。今週はとです。ドリルせんのかーい。最近流行ってるから。流行ってるの？流行ってますよ。へー、新喜劇。というわけでね、はい、この時間はこの箱から出たとがつく言葉について投稿します。はい、まあランダムなので、じゃあ週なんか適当にね。あ、トラ。お、トラ。タイガースですね。お前阪神やん。もうすぐね、開幕するんですよ。お、何が開幕するの？野球、プロ野球が、もうオープン戦は始まってるんですけど。プロ野球開幕っていつも開幕してるんじゃないの？プロ野球って。何を言ってるんですか？え？何？してません。シーズンオフやったんですよ、今。オフ、シーズンオフの時は何してんの、みんな。選手はキャンプで練習したりとか、遊んだり。いいです。テレビ出てます、シーズンオフの時は。詳しいな。まあ今年も阪神が優勝ですね。今年もって、去年も優勝した？去年も優勝してないんですけど。今年こそ は、いや優勝してない、ずっとしてないんですけど。しようよ、優勝してほしいんですけど。今年はね、阪神もなんて言ったって80周年ですから。なんて言ったって愛と、まあ80周年なんで、勝つと思われます。勝ちましょう。はい、阪神ね、応援してますよ。続いて、透明人間になったら。透明人間になったら何する？グラビアアイドルの服脱がす。だって見たいやん。でも男っぽいことばっか言ってるね。男の発想やん、それ。だってさ、逆に透明人間になってさ、他に何やんの？何しよっかな。透明人間になって。透明人間になったら、でも物は触れるんですよね。普通に。あ、でもさ、透明人間やったらさ、服脱がせへんわ。だってさ、透明なだけでさ、感覚はあるわけやんか。そう、触って、何ってなってさ、逃げられるから無理や。透明人間になったのにしよう。
いたずらする、ちっちゃいいたずらをいっぱいする。確かにそうやね、そんくらいしかできひんの。うん、なんか何するやろな、メンバーにしたいな。シュアの顔面ケーキしよう。大抵でもそんなん普通にできますよね。うん、楽しい。あ、でもケーキは透明ならへんわ。でもそういうのも動いたら怖いじゃないです。そんなんでも脅かす。触れたものに、あ、確かに触れたものは透明になるとか。あまあいたずらですかね。うん、そうやな、そんな想像しいひんか、はい、透明人間になりたくないの。なられへん。うん、じゃあ鳥谷選手。あ、また阪神の選手。お、よかったやん。好きなん鳥谷選手。好きな、まあ、好きは好きですけど、うんうん、もうメジャー行くかもしれなくて。え、メジャーって何？メジャーは海外でやってる、まあ、イチロー選手とか、そうです、そうです。イチローとか、ダルビッシュ選手とか、マー君とかが行ってるとこなんですけど。うんうん、もう阪神から鳥谷さんが。鳥谷さん。すごいです、めちゃくちゃ。でも行くかもしれないって言ってずっと、もうこれがねすごい話題やったんですよ、鳥谷選手が残るかどうかが、うんうん、でもありがたいことに残留で一生阪神宣言をしてくれたので、そう、阪神です、阪神ファンからしたらすぐ終わらそうとしないでください。まあいいや、続いて都市伝説。都市伝説結構あるよな。あ、でも都市伝説って言ったら変やけど、私、うんうん、めっちゃそういうの好きで、うんうん、あの、私、フリーメイソンが大好きで、うん、フリーメイソンとかも都市伝説なんですか、ね、いや、もうね、そういう、興味持ってるけど、簡単に。うん、そんな、なんか、もう怖いからやめとき。いや、めっちゃ調べて、怖い怖い、新幹線2時間半くらい、そればっか調べて、動画見て、見あさっても。アメリカのさ、偉い人ってもうみんなフリーメイソンだし。うん、そうらしいですね。怖いよ、そう考えると。いや、もう言われそうなんです。マークとか。あんま言わんとき、今。もう声が出しやん方がいいと。一時期フリーメイソンに入りたくて、え、あかんやん、そうなんです。でも4万円で入れる説があって。説そういうのもでも都市伝説ですよね。確かに。うん、楽しい。続いて。努力は必ず報われる。あ、聞いたことある。はい、高橋みなみ総監督です、うん。努力は必ず報われる。まあでもそうかも。でも、そうです。でもそうかもしれへん。そうかも、ほんまに。必ずかは別やけど、うん、努力をした方がいいことはありますよね。いや、でも努力は必ず報われるって意外と間違えてない気がしてくんね。だってさ、これに対してさ、いや、そんなこと言ったって努力してもさ報われへん人だっているねんっていう文句を言う人は、うん、それは努力が足りてないんやと思う。まあ確かに。でも結果残してる人って頑張ってますよね、うん、みんな努力して、うん、そう。だから結局これに反論する人はそれまでの努力ってことや。そうですね。だから高橋みなみさんはやっぱ素晴らしいな、うん、続いてドジっ子。ドジっ子なんの、ドジっ子って。いや、全然ドジじゃないと思う。ドジっ子って誰やろ。誰やろな。メンバーみんなしっかりしてません。何やかんや、やっぱふうこさん、うん、しっかりする。あ、ふうちゃん結構ドジかも。うん、結構な、うん、抜けてるよ、ね、抜けてます。可愛い、それがまた可愛い、うんうん、あの女の子も可愛いやろな、うん、なんかな、うん、ダサいところも可愛い。そう、そうなんですよ。抜けてる。ドラマ、あー、ドラマとか見てる今。私日本はあんま見てなくて、うんうん、韓国ドラマばっか見てて。めっちゃ好きやん。韓国ドラマは悪役が悪なんです、めっちゃ。へー、もうとことん悪くて、うん、ほんま最低、その役嫌いになるぐらいほんまに最低役ばっかで。そうなんです、うん、えげつくて、うんうん、だから見てて面白い。なるほどね。そうなんですよ。悪い感じが面白い。天国の階段見てください。分かった。あ、なんかそれ聞いたことある。めっちゃいい話、もうめっちゃ泣く、毎回泣くぐらいいい話も、うんうん、あ、それなんか結構前の話じゃない。めっちゃ昔なんですけど。いや、それめっちゃ友達がハマってて。あ、ほんまに。ダンスの昔。悪役やばいんですよ、えげついんです。見てください。見ようかな。え、ぜひ。ちゃんと日本語で。私は韓国語は、韓国語を喋ってる女の子が好きなんで、うんうん、字幕で見てます。へー、うん、韓国語サランヒヨとか。そう、可愛い、可愛いです。怒ってる時の韓国語とか、うん、どんなちょっとやってみて。あんでーあんでー、可愛い。ドヤ顔、ドヤ顔。リポポさん、あ、リポポやな、ドヤ顔といえば。うん、なんかリポポって面白いよな。うん、なんかまったりしてるような。確かに変わってますよね、うんうん、不思議。うん、NMB 変わってる人多いですよね。うん、
理解できひんもん。みんなのこと。私もよく考えてることを。みんな、この人何考えてんのやろ。ほんまに変やなって思う人ばっかり。メルキーさんも大概ね。それはない。ほんまに変わってる。一番まとも。いや、絶対、シェフがまともやもん、絶対。そうやな。うん、確かに。自分がまともになりたいって思っちゃう。うん、私はほんま冷静にみんなを見てるつもり。うん。もうみんな変わってんなと思って。変わってるよな。ほんまにみんな変わってる。さやかさんからみんな変わってる、ね。やばいよな。みんな変わりもなすぎ。ななさんも変わってるし。ななちゃんはまだあんま変わってると思う。ほんまに、まあ、変わってるけど。うん。ケッチのとこ。ケッチほんま変わる。変わってる。てかみんな変わってるやん。みんな。そんな、1期生さ。ミルさんとか。ああ。やっぱ1期生のさ、うん、変わり者。みんな個性的やし、みんな強い。変わり、自我が強い、変わってる感じが強いよね。うん、変わりすぎてるよね。どう超えてるよね。そうなんです。じゃあ次。ドラフト。あ、もうすぐそういえばドラフト会議ですかね。うん、あ、B2 どんな子するあ、そう、聞いて。私一人注目してる子がいんねん。あ、そうなんですか。私見てないよ。12、3歳の。かわいい。130センチやねんけど。めっちゃ顔かわいいねん。そう、クリップしてて。ちょっと後で。名前を覚えてないねん。けどめっちゃ可愛いねん。そうなんや。でもさ、B2 人気かさ、もうさ、年上はいらんと思うね。あ、確かに。若い子で構成されてますもんね。そうそうそう。平和、めっちゃ。うん。だから、急に、まあ、私ぐらいから上の子とか、二十歳こうやってる子とか入れてあげても可哀想やと思うね、B2 に。うん。だって若い子ばっかの中にいきなりさ、入れられてさ。まあ確かに。でもどんな子なんやろ。な、まあ、楽しみやな。喋れる子。トレンド入り。トレンド入り。トレンド入り。な、話題？話題？話題に入るってこと。話題なこと？最近なんか悲しいニュースが多いやな。確かに。悲しい。悲しい。いいことがね、もっと続いてるんですけど、ね。あ、でも昨日面白いニュース。あのね、なんだっけ、深海魚、幻の深海魚の。うん。深海魚。魚好きですよね。幻の深海魚の。幻の深海魚にあんま興味ないんですけど大丈夫ですか？いや。幻の深海魚の、竜宮の使いっていうね、幻の深海魚がいて、めっちゃ長いね。なんかほんまにこういう、こういう竜宮の使いっていう名前の深海魚が、生きたまま捕まってん。捕まえてん。なんか網に引っかかってん。すごい。やねんけど、うん、朝になったら死んじゃってん。藤波選手が、自己最速ね、157キロを出したんですよ。お、すごい。それがまた面白くて、相手が。私と一緒や、タイム。え？タイム？絶対違う。記録更新一緒や、私と記録。絶対違いますから。そうやったらプロ慣れてますから。157キロ出した相手が、桐蔭時代の後輩。後輩相手に投げて157キロ出したっていうのが、いろんな意図が含まれてそう。心の、あ、いろんな気持ちが入れ混じって、そう。入ったから。そう、絶対こいつには負けられへんと思ったからこそ出した数字やと思う。うん、うわ、それが面白い。なんかすごいな。野球選手って面白い。うん。以上。ちょっと気合い入れたら出るんですね。うん、じゃあ次。新記録が。トランクス。トランクスって何？あ、あのなんか、履いてるかなさそうなやつ？うん、なんか。ブリーフって何？ブリーフ。あ、密着してるのか。あれは？そう、スパイダーマンとか可愛いの。うんうん、売ってるし、女の人用のトランクスとかあるって聞いたことある。なんなんそれ。なんか、メイクさんが持ってるって言って、履いてるって言ってた、でもトランクス履いてる女子って嫌ですよね。嫌や。絶対嫌や。確かに。でもまあ、いいけど。どんだけ可愛くても。でもちょっといいかも。面白いやん。面白い。あ、個性的。出たやん。まあ確かに。続いて。はい。戸ヶ崎さん。戸ヶ崎さんって誰？AKB のさ、総支配人。ああ、そうなん。違う？あ、今は変わったらしい。へえ。関係ないんですもん、シュート。よくわからへん。うん、そういう関係なくない。そういうさ、スタッフさんがさ、なんか、うん、役職みたいなつけられたところでさ、うん、別に知らんし。喋ったことない。だってさ、そんなんつけたところで別にさ、うん、そんな変わってないや。確かに。あんまほんま知らないし、うん、興味がないですね、うん。私は。関係ないと思ってました。うん、そうやな。
っちゃう。悩みも関係ない感出されるし。うん、別に怒ってないんですけどね。ちょっと怒ってましたか今。うん、怒ってないと思う。別に。逃走中。ああ、逃走中。テレビであるよな。うん、出たい？出たくないかん。あ、でも出たい。出たいのは出たいけど。出たいけど、逃げ切る自信はない。うん、怖い。怖い。もうほんまに怖い。追いかける方が好き。あ、確かに。追いかけられるの怖い。追いかけられるの嫌ですよね。なんなんてな。精神的にやっちゃう。しかもあのハンターやばくないですか。怖い、あのハンター。いやいや、もう。ねえ。こやんといてって。泣いちゃいそう。なりますよね。でも NMB とかでしたら楽しそう。さやかちゃん出てるよな、たまに。ね、あの人本気でやってそうやもん。うん、ガチ、いつでもガチやもん。いつでも。いつでも、すぐにムキになるから。絶対逃走中も怒るんですよ。怒んの？怒りません。怒もうすぐ、もう頑固やから。って言ったら、冗談で言ってもさ、ムキになるよ。そうなんですよ。だから言ったらあかんね。言ったらあかん。キンクです。うん、キンク。あ、終わった。終わった。というわけで、とについてのトークはここまで。来週は長つく言葉でトークをします。ななな、ななな、ななな。はい、ここで NMB48 初のオリジナル曲を聴きましょう。あ、でもこの曲私、うん、大好きです。なんで？なんか爽やかじゃないですか。やっぱそうなの？踊るのはあんまりやけど。うんうん。好きです、これ。なるほどね。はい。じゃあ早速聴いていただきましょう。NMB48 で、青春のラップタイム。NMB48 のてっぺんラジオ。ミルキーこと渡辺美幸とシューこと藪下シューが MBS ラジオから放送しています。メッセージの宛先は nmb@mbs1179.com です。じゃあシュー、頭良さそうなこと言って。え、悩む。頑張れ。頭いい。頑張れ。その前90点取ってん。さあ、NMB48 のてっぺんラジオ、最後は、ミルキー。シューのガチンコ対決。ファイ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 。私たち二人がいろいろなテーマで対決をします。判定は今週もスタッフ陣にお願いします。はい。負けた方は来週の番組頭で一発ギャグの罰ゲームです。週が負けても録音して流しますので頑張りましょう。では今夜は Here we go to take it to。 はい、というわけで。どういうこと？山田奈々さんは NMB48 の卒業まであと10日になりました。というわけで、あなたは山田奈々です。 Don't look back な卒業スピーチをしてみてください。 Don't look back ってどういう意味ですか？あ、振り向くな、前向きなスピーチってことじゃん。ナナさんっぽい。うん。じゃあ、いいですか？はい。それでは、ミルキーさん、ナナさんお願いします。へぇ、皆さん、本当に、今日まで、ありがとうございました。待って、言うの考えてたのに、何言おうとしてたか忘れちゃった。大丈夫だよ、ナナちゃん頑張れ。あ、そう、長い。これから、まあ一人でやっていくのは不安もあるんですけど、今までたくさんの人が支えてくださったし、私はこれから一人で頑張っていきたいと思います。でも多分でもバカにしてるしてないしてない。でもまた道に迷った時とか支えてください。山田奈々でした。そんなんやったっけ奈々さん。こんなんやで。奈々さんのモノマネみんなしすぎて分からへん。じゃあしゅうちゃんお願いします。はい。頑張って。山田奈々です。初めてセンターの重みわかりました。ダントルックバックで。でも、センターがよくわかりません。山田奈々でした。わからへん、奈々さん考えてること。奈々ちゃん何考えて喋ってんのよな、いつも。何考えてんの？の。うん。はい。というわけで、こんな感じでした。スタッフの皆さん、判定をお願いします。まあもう私のナナちゃんのモノマネもな、もうだって知ってずっとしてるやん。
もう終わりやから、これで。そっか、もうできないですもんね。だってもうさ、NMB におらんのにさ、ナナちゃんのモノマネとかしてもしらけるやん。そう。場が。誰ってなるやん。まあ、誰ってはならんけど。誰っていうかさ、もう。なんか、おらんやんってなるやん。やめてってなる。おらんやんってなるやん。はい、せーの、じゃん。やったー、絶対そうやと思った。私が3票でシュー0票でーす。そうというわけで、はい、負けたシューは、はい、番組、はい、はい、来週の番組頭で罰ゲームの一発ギャグが決定でーす。何してくれるのかな、何しよっかな、うん、それでは NMB48 のてっぺんラジオはここまで。お相手は NMB48 のミルキーこと渡辺美幸と、シューこと藪下シューでした。シュー、久しぶりの私とのてっぺんラジオはどうでしたか？いや、なんかあっという間でした。楽しかった。早かったな。うん、早かった。まあ、いろいろシューの話も聞けたし。はい、また来てください。はい。それでは、この後は歌ばっかの生放送がスタートします。ミュージシャンの中野敦史さんと、アイニャンこと福本アイニャちゃんが出演します。アイニャン頑張って。日付が変わって今日3月25日はアイニャン福本彩乃さん22歳のお誕生日です。 おめでとうございます。おめでとう、アイニャン22歳か、早生まれだからな。へえ、大人でも。じゃあそれでは彩乃さん、22歳の決意表明でスタートしてください。よろしく、よろしく。では来週からてっぺんラジオは30分早くなって、火曜日のてっぺん深夜12時スタートになりますよ。でもヤクルト阪神戦が延長すると遅れるかもしれません。来週はあかりんウィークでーす。また来週チェケラー。